アダルツ、アダルツ、この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様です。さあ皆さんどうもこんにちは、マイスクリーム講師のデスノリーさん、マホンと申します。今日もよろしくお願いします。さあ今日も、元気にリアクション動画をやっていきたいと思います。ということでですね、今回はですね、歌い手さんのリアクション動画を、今回撮らせていただきたいなと思っておりまして、今回リアクションをさせていただくのが、こちら。なんと、メイちゃんさんの、右肩の蝶、これのライブ映像が、上がっておりまして、これ見るしかないと思って、今回こちらやらせていただきたいと思っております。これですね、今年の3月ですね、東京ガーデンシアターくそデカ会場で行われたライブ映像みたいでして、まあ、先日ですね、声帯の専門家、世界的声帯の専門家のリー先生とですね、音源バージョンのメイちゃんさんの右肩の蝶、先日やらせていただいたんですけれども、ね、今メイちゃんさん活動休止に入られておりますので、まあ、これでね、一旦、一区切り、見納めかな、みたいなところで、そんなお話もさせていただいていた中、まさかの供給。本当に。ありがたい。本当に。だからね、本当はね、リー先生とね、見たかったんですけど、私予定してたんですけど、台風来たじゃないですか。あいつのせいで、リー先生来れなくなっちゃって、リー先生福岡にね、いらっしゃるんで、僕ら遠距離なんでね、遠距離なんで、撮影できなくなっちゃったんですよ。だから、もう二度と来んなよ、台風、本当にお前は。ということで、今回、いつもね、リー先生だけ初見みたいなパターンよくあったと思うんですけど、今回はもう僕もこれ初めて見ます。もう取っといた。もう楽しみを。冷蔵庫のプリンを取っておいた。今日のために。なので、ちょっとこの、メイちゃんさんのですね、このライブ映像を初めて見る、喜びを知る私をですね、皆さん見守ってくださいという動画になっております。ただ、私、声を一応なりわいにしております。ボイストレーナーを、させていただいておりますので、この、解析班として私、その辺の仕事は、ビシッとその辺はやらせていただきますので、お任せください。ということで、このチャンネルでは日々発生関係のお話とか、ボイトレ関係の話、今回みたいなリアクション動画とかアップロードしてますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。この時点でグッドボタンも押してもらえるとめっちゃモチベーションになります。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。って感じで本編いっちゃいましょう。さあ、ではね、見ていきますよ。ドキドキしますよ。聞こえますか？僕の心臓の音。ドキドキしてるでしょ？聞こえますか？いいですか？じゃあ見ちゃって参ります。あーっす、もう心の準備が心の準備ができてないのよ。もう入っちゃうんですか？いいですかねえ、本当に初見なんで、ね、もうガチの初見ですよ。ガチの初見ね。結構いきなり入ったね。準備しとかないと。おもろい。まずこれイントロというか、まあサビというかから入りますけれども、なんかあれだね、音源バージョンあったじゃないですか。それより攻撃的っすよね。なんかすでに、なんか、まあライブだからオラオラオラっていうのはあるんでしょうけども、いいですね。このライブ特有のオラつき。このオラつきでしか得られない栄養あるよね。わかります？それをここでぐんぐん摂取できる。ありがたい。さ、ちょっとリズムで遊んでんだよね。紫紫、ちょっとさ、さをちょっと遅らせてるようなニュアンスもあったりするよね。紫蝶々、わかります？ちょっとリズムこう後ろのベーさせてるような感じ。うん、おもろい。気も強い。キスをした、気もちょっと強い。子音が強いです。オラつきがあります。この部屋のちょっと裏返したね、今ね。細かくてごめんなさいね。この部屋のスミレオデオンって多分この後にメイちゃんの僕の好きなニュアンスも多分入りますよ。ね。かなりスレスレのニュアンスも入っております、この辺りは。フェイク。フェイク。フェイクありがたい。
いいね、いいね、超、あーなるほどね、ここもそうだな、なんか超超とか感情はとか、なんていうんですか、この超とか上とか、こういうニュアンスの時にちょっと音鋭く集めてるような感じのニュアンスをなんか入れてますね、このライブではね。それ特徴的ですね、このあたりね。わかります？ここだ、明るいでしょ。次、感情を知る、ここも合わせてきてるんですよね。この超上、ここをこうなんか音をこうね、ちょっと重く作ってるようなイメージ、ミドルローをちょっと強めてるようなニュアンス、上を知るみたいなニュアンス、ここ尖らせてきてるのが面白いですね。ちょっとライトなんだよ。あっ、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 アダルツ、アダルツ、アダルツですね。ここはここはこのままあれですか、放送しても大丈夫ですか、これ。エロすぎやしないか、大丈夫か、これ。このささらにアダルトですね、これ。音源もアダルトでしたけど、この、大人なメイちゃんさん。これやっぱその、お家芸じゃないですけど、この、けだるい感じのニュアンスってやっぱ、得意ですよね、メイちゃんさんね。この辺、この辺、この辺、この辺。ちょっと最初から。うーらさー、この響きよ。この響き。この、鼻感。でも、なんかこう、変に浮いちゃってない。重さもあるこの鼻感、すごい響きなんだよな。とにかく私を早く、私をちょっとなんか VO に近いですね、この辺とかね。私を、私をみたいな。このなとまのニュアンスね。どんな、どんな、この響きよ。わかる？なまあ、あー、いいね。吐息。うわー。そんな余裕を、余裕を醸し出さないで。困っちゃうから。余裕を醸し出してる、この感じ。ひょうひょうとしてる感じもいいですね。この、これも大人の余裕を感じるよね。で、メイちゃんさんの僕好きなポイントをまたちょっと発表していいですか？発表会していいですか？うまく、ミュートというか、音を止めるということをね、ちゃんと活用してリズムを取るというか、気持ちよさをね、演出するんですね。例えばね、随所であるからどこでもいいんだが、こうとか、ささいなこ、こ、と、こ、一回止めるのよ。ここら辺ね。ことで、じゃなくて、ことでってやるのよ。わかる？ささいなことでってやるんですよ。これ一回ピタって止まるのが気持ちいいみたいな。どこか、どこか、わかりますか？これもテクニックなんで、随所に多分入ってますから、着目ですよ、これ。困る、うん、そうね、困る、うん、めっちゃ困る。た、た、吐息も活用する。このミュートとむしろ逆というか、むしろ吐いちゃうみたいなのも活用してる。おしゃれよ、演奏もおしゃれよ。出た、エッジからのこの
土着そエロいこの吐息終わり。ここだけで、なくなるよね、白米が。炊飯器の中の白米がさ、なくなっちゃうよな、ここだけでさ。ちょっと待って。雨の中で、雨の中でって、だって、もう、いろんなおかずがここにすでに盛られてるよ、すでにね。食べ放題行った時の一周目のお皿みたいになってるよ、ここ、ここだけで。すごいよ。すごいですよ。盛りだくさん。巻き舌した巻き舌した今。トイレに巻き舌なんかも入れてくる。ちょっと待って、ごめん、ほんと止めてばっかで申し訳ないんですけど、このさ、なんかその、なんていうんですか、その動きっていうか、もう良くない？ここの前のこの動きめっちゃ好きなんですけど。で、これ、何これ、こんなん僕習ったことないんだけど、なんでこんなことができるんですか。本当にかっこよすぎない？この前もこうグーって言ってるニュアンスがさ、ここしやがってる。いいね。一瞬いいポジションあったんでちょっと解説していいですか。面白いポジションあったよ。今ね、一箇所だけね、ここ高いのよ、ポジション。じゃあちょっと高いのよ、わかりますか。それ以上、ここだけでちょっと狭め高めポジションを取ってるんですよ。まあ、メイちゃんさんというベースがあるから、それでも広いんだけれども、メイちゃんさんの中ではちょっと高めのポジションをね、取ってるんですよ。それこそ歌い手さんで言うと、ゲロさんとかに近いようなポジションをここで一瞬取るのよね。ゲロさん、武道館おめでとうございます。っていう感じなんですけれども、ここ面白ポイントです。そこまでと結構ニュアンスが、逆と言っても過言ではないぐらいのところを、ここは取ってるっていうね。見せてくれる。いろいろ。すいません、本当に申し訳ない。もう一回いいですか。本当にだってここリプレイ回数多いもん。みんなもここもう一回聞きたいんだろうね。ここの切なさやばいよ。切なさやばい。歌詞もそうだしさ、この分かる？この体の言い方、こうさっきまでそこ余裕を持ってこうやって歌ってたんだけど、体、ここはさっきまで作ってた空間をね、結構潰してるのよ、実際に物理的にね。潰して、響きのこのなんか音像を結構狭く使うことによって、実際のこの感情的に苦しい感じっていうのをね、表現してるんですよ。すごい。埋めるのはみたいなね。カーって一回がなるんだよね、ここね。巻き舌。ああ。いいね。ここが得意なポジションですよ。ああ。いいね。このレギュラーポジション。押されかっこいい。あ、こちらこそありがとうございます。
当に申し訳ない。我慢した。めちゃくちゃ我慢した。表現者ですね、メイちゃんさん、やっぱり。いや、確実にさ、この楽曲表現に合わせた歌唱をしてくれますよね。だからこそやっぱね、月並みですけど、引き込まれるというかさ、この世界観に自分もこう酔いしれることができますよね。で、なんかそれが、なんて言うんですか、その、こんなにさ、やったらさ、僕がやったらもう、とんでもなくわざとらしくなっちゃって、あまり聞けたもんじゃないような感じになっちゃったりする可能性も全然あるかなと思うんですけど、メイちゃんさんもなんかね、いや本当になんかその楽曲ごとの主人公に慣れてるっていうかさ、溶け込んでるんですよ。自然と聞けちゃうっていう。めちゃくちゃすごいことをめちゃくちゃやってるんだけど、なぜかめちゃくちゃスッと浸透してくるみたいな。オロポ。ほとんど。オロポです。めちゃくちゃ浸透してくる。こんなにやってんのに。もう一回聞こう、これ。手だるめ。真ん中ね。上がって。ここもさ、結構感情的、ちょっとヒスな感じしますよね。裏声使ったりさ、ちょっと適宜裏返したり、吐息とかも、ここ置きが消えるから、吐息とかがすごい目立つから、そういう吐息とかもうまく活用してるみたいな感じですよ。みたいな。してる、みたいなさ。で、ここが強め。ここからこう真ん中ポジションね。ここすげえぞ。うわー、めっちゃ、そっか、フレーズ終わりでがなってがなりでまた入ってんだ、ここズンズンみたいな感じだ。ここ何にも今語彙力なかったじゃん俺、すごいな。ドゥンドゥンつって取れない、やめちまえもん本当にでもそれくらい語彙力を失う感じの、ここはこのフレーズ終わりと入りですね。ここはね、繊細かつダイナミックですね、ここはね。ね、あー、ここね、あなた激しく、うえ、あー、来た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 、かけな、がなってるがなってる、ゾクゾクしますねこの辺はね、もうね、なっていうのをもう随所に入れてきてますよね。このラスサビ感いいですね。ラスサビってわかるもんね。あー、ラスサビだって駆け抜けてるなっていう、このこれもこう自分の声だけでうまく表現できてるのがマジですごい。いや、素晴らしすぎ。うますぎないっすか？やっぱなんかこの曲似合いますよね。メイちゃんさん、とにかく。歌いこなしてる自分のものにめちゃくちゃされてる感じがしますね。で、なんかね、これすごくね、表現が難しいっていうか、自分の中で言語化しきれてないので伝わるか不安なんですけど、なんかメイちゃんさんの声って、メイちゃんさんの声っていうのは確実にあるんだけど、確実にあるし、それも本人は分かって、コントロールして歌ってると思うんですけど、前提、ライブ通して 100% の安定感を持ってると思うんですけど、外見からパッと見た時に、というかパッと聞いた時には、なんか、98% ぐらいの安定感な気がするんですね。ちょっとマジ表現難しくて伝わるかわかんないんですけど、カチッとハマりきってるんですけど、ハマりきってるんですけど、パッと聞きは 98% に見えるような歌声というか、誤解を恐れずに言うと、若干危うさを感じるような声色だったり、歌い回しだったりするんですよ。でも 100% なんですよ。結果ね。結果全部 100% なんだけど、98% に見える 100% みたいな。これ伝わるかな？ちょっとすごい難しいんですけど、なんというかその 2% っていうのは、
なんかこう、あ、なんか失敗しちゃうんじゃないかとか、そういうちょっとね、完璧にカチッとはまりきっていないように見えるように見えるだけなんだよ。カチッとはまってるんですけど、ように見えるような声質だったり歌い回しだったりすると思ってるんですよ、僕は。何度も言うように、あの、実際は 100% なんですよ。もう絶対にカチッとピッチを当ててくるし、歌い回しミスんないし、あの、変に裏返ったりとかもないしさ、ガチッと支えはあるんだけれども、だからこそなんかくすぐってくるものがあるっていうか、なんか注目しちゃう、聞いちゃう。だからすごく一言でまとめると個性的なんだよな。なんかね、もっと個性的ってもっとこう、とんがってるようなイメージがあったりすると思うんですけども、まあそういうイメージでもないじゃん。なんだけど、まあ一言でまとめるとしたら、もう圧倒的な個性をメイちゃんさん持ってますよね。伝わるかな？これマジ伝わるかちょっと不安なんですけれども。まあ 2% っていうのは例えですけど、この 2% の危うさというか、ふわっとしてる感じ。地に足がつききってないみたいな。まあついてるんですよ。めっちゃベタってついてるんだけど、つききってないように見えるみたいな。この感じが、まさにこの蝶のような感じというかさ、すごく魅力的だなってやっぱ思いましたね。この楽曲を通してさらにやっぱ思いますね。いやー、ということですね。もういろんなテクニックがもう満載すぎて、止めまくってしまって本当申し訳なかったんでございますけれども。まぁちょっと本当にガチで初見で今回拝見していったので、まぁね、なのでちょっと拾いきれてない部分も数多くあるかとは思うんですけれども、とりあえずあと150回ぐらい見ると思います。本当に、ご本家様のですね、URL、概要欄に貼っておりますので、チェック済みの方も非常に多いと思うんですけれども、もしまだの方いらっしゃいましたら、ぜひご覧くださいというところで、今回の動画良かったという方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスノリー様本がお送りいたしました。バイバイ。